ヘンドリック・ドゥーフ、ヘンドリック・ドゥーフ、ヘンドリック・ズーフ。1777年12月2日から1835年10月19日は、オランダがフランス革命軍に占領され、オランダ東インド会社が解散した後の1803年から1817年に、手島のオランダ商館長、カピタンにつき、米国船と貿易を行った、オランダ人。 単に、ズーフとも呼ばれる。ドゥーフが召喚長在任時に、フェートン号事件が起きた。ヨーロッパで、フランス革命戦争とナポレオン戦争が勃発し、まさに戦乱とも呼べる、荒れ狂った時期に、アジア貿易に携わった。ネーデルラント連邦共和国が1793年に、フランスに倒されてその衛星国、タビア共和国に変わると、インドネシアにあった。 オランダのアジア貿易の拠点バタビアもバタビア共和国の配下に置かれたが1799年にオランダ東インド会社も解散するとフランスと敵対するイギリスが東南アジアの植民地を接収した。リューフは就任前の1797年からすでに長崎の出島でスタートしていた日米貿易を1808年まで引き継いだ。なお、この日米貿易は 米国船が入港する際、オランダ国旗を立てさせて、オランダ船に見えるよう偽装させて行われたもの。米国船との貿易の始まりは、オランダ東インド会社解散までの数年間経営を引き継いだ、フランスの衛星国バタビアワ国が、米国船と要船契約を交わしたためである。当時の米国船は、米国が中立国であったために、 オランダの滅亡に伴って英国の支配下となった東南アジアの海域を安全に航行することができ。しかし、いかなる理由で安全を保障された米国船がすでに滅亡したオランダの国旗を掲げて入港したのかは明らかでない。そして1808年にはイギリス海軍のフェートン号がオランダ国旗を掲げて国籍を偽り、 長崎へ侵入するというフェイトン号事件が発生した。フェイトン号はオランダ船と誤認して近づいてきたオランダ人2名を捕獲、彼らを人質にして長崎に対して食料や飲料水の提供を求めた。校内の和船を焼き払うと脅迫までしてきたイギリス船を前に太平になれた鍋島藩や福岡藩はイギリス船を追い払うことができず、やむなく食料や 飲料水を供給、オランダ商館も食料として豚と牛を送ったことから2名は無事に保釈され、事件は終結した。しかし、国威を恥ずかしめたとして、時の武行、松平康秀らが切腹するなど、抗議方でも混乱が続いた。この後も商館長として、イギリス勢力に対し出島マのオランダ交換の明け渡しを拒み、1811年にイギリスが オランダ領東、インドを制圧してから1815年にオランダが再独立を果たすまでの間、世界でオランダ国旗を掲げ続けた数少ない人物となった。この間はイギリス船の出現が相次いだため、長崎武行とオランダ将官は連携して、臨権体制の改革を行い、連絡には秘密信号機を用いるなど外国船の入国手続きが強化された。 江戸幕府も事態を中止しており、フェイトン号事件は幕府が1825年に異国船打払い令を発令する縁因となった。オランダ独立後の2年後、1817年にオランダ船が長崎港に入港し、トゥーフは国の名誉を守ったとして、オランダより最高勲章、オランダ志士勲章を賜り、17年ぶりに故国オランダへ帰国することができた。 他のカピタンが長くても数年で帰国している中、17年もの長期間、亡国の国民でありながら、オランダ人としての誇りを失わずに、他国で生き抜けたドゥーフは、当時の日本人にも敬意を持たれたという。ドゥーフの祖国オランダは、フランスによって倒されたことにより、日本と直接の貿易ができなくなった。そのため、 ルーフたち長崎のオランダ人の立場は微妙なものとなった。鎖国政策をとっている日本の立場に立てば、利益を生み出さない、外国人を国内に止めておく理由がないからである。ルーフやオランダ東インド会社は知恵を絞った結果、ヨーロッパの戦争からは距離を置き中立の立場を取っていたアメリカ合衆国の船に目をつけた。アメリカ船をオランダ船に見せかけ、 貿易の代行をしてもらうことによって、なんとか、細々と日蘭貿易を続けることに成功した。長崎のオランダ人は、本来生活必需品をオランダから送られる物資に頼っていたが、本国が消滅している以上、もはや本国からの援助は期待できなかった。竜フは許可を得て、長崎市中央で歩いて、日本人との友好に努め、日本の行為を得て、 生活物資を日本から借金という形で援助してもらうことでこの危機を切り抜けた。ドゥーフの所蔵している本を幕府や長崎奉行が相場以上の値段で買い取るなど日本側も祖国を失いながら祖国の境地を保ち続けるドゥーフには同情的であった。この時期も日蘭関係が維持されたのはドゥーフの努力の賜物といっても過言ではない。ヨーロッパの戦争で オランダ戦の来航が耐えていた1812年から、フランスは春馬編参の乱物辞書をもとに、日本語通詞を雇って、乱日辞書の編参に着手し、ドゥーフリ日後も作業が続けられた。1833年、天保4年に完成した。この辞書は、ドゥーフ、春馬、長崎春馬と呼ばれ、乱学研究の一助となった。女のそのの間に女を門を設けるも、 9歳で、病死。その後、遊女のウリューノとの間に男児、道富武吉を設ける。道富は、ドゥーフの宛児。武吉は、ドゥーフの計らいで、地域人の東物詰めき役の職を得たが、17歳で、死亡。1818 18年に、バタビアで、スタブーン生の女性と結婚。三代の妻とオランダへ帰国途上に嵐に遭い、妻死亡。 1820年にアムステルダムで当ニ世の女性と結婚。1829年にアンディエット、ズーフェアコプスと結婚。4人の子を儲ける。トゥーフは初めて俳句を読んだ西洋人としても知られる。王や死ゆ、ビザコ寿シミサゴ寿司。1818 18年上に春風や甘駒走るほかけ船の句がオランダ人の作として載っているが、この本にはトゥーフによる ローマ字書きの抜群があり、ドゥーフ本人の作と考えられる。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。